僕ずんだもん、あたちずんだもも、今回宮城県の駅からで紹介するのは塩釜駅。塩釜駅、塩釜駅は1956年昭和31年7月に開業。1日の平均乗車人員は3000人を超えていたものの、徐々に減って最近では2100人ほど。駅の構造はプラットホームの両側が線路に接している島式ホームで、一面に線の地上駅なのだ。塩釜駅は JR 東日本東北本線の駅ながら、仙石東北ラインの分岐駅でもあるため、隣接している駅が上りはともに国二ヶ城駅、一方で東北本線の下りでは松島駅、仙石東北ラインの下りでは高木町駅になるのだ。ちなみにここ塩釜駅と松島駅の間は約10キロあって、東北本線全体の中では最も長い区間なのだ。駅名の由来は塩釜神社や御釜神社の司祭神塩土おじの神が鉄釜を用いた声援法を伝え、地名が塩釜となったからなのだ。塩釜。もう一つ、ちなみに駅の構内には小さな鳥居があるのだ。探してみてね。それでは塩釜駅から仙台駅へと向かう全面展望の様子、冬の夕方に撮影したので、みるみるうちに薄暗くなって、仙台駅に到着する頃にはすっかり日が落ちてしまう。車窓の景色をご覧いただきたいのだ。出発進行。
Thank you.
終点仙台からのお乗り換えをご案内いたします。東北新幹線、早
ルタ110号東京行きは13番線から17時22分、やまびこ152号東京行きは12番線から17時25分、東北新幹線下りやまびこ67号盛岡行きは11番線から17時40分、はやぶさ小町35号新青森秋田行きは12番線から17時53分の乗り換えです。続いて在来線です。東北本線福島行き6番線から17時ちょうど、仙台空港アクセス線仙台空港行きは3番線から17時10分、常磐線普通電車原の町行きは5番線から17時8分、仙山線普通電車山形行きは8番線から17時ちょうど、仙石線普通電車東庄浜行き地下ホーム中間線から17時10分、その後の石巻行きは中間線から17時19分の乗り換えです。次はあなたがレッツ・ダ・ゴー。